バルトークの弦楽詩重奏曲第2番作品 17SZ67 は第一次世界大戦の最中の1915年から1917年にかけて作曲された弦楽詩重奏曲である。弦楽詩重奏曲第1番からこの第2番までの間にバルトークはバレエ音楽、カかオ王子やオペラ、青ひげこの城といった舞台音楽の大作を書き上げ、 民族音楽のピアノ編曲を数多く言っている。こうした活動の影響か、この弦楽四重奏曲第2番は第1番と比べ音響上の効果や民謡風の旋律の断片がより効果的に用いられている。その一方で、シェーンベルクの無調音楽の影響も見ることができ、バルトークの作風の転換を示す過渡的な作品でもある。 1915から1917年モデラート、アレグロモルト・カプリチオ・ソレント演奏時間は全曲で約28分。1918年3月3日ブダペスト、バルトバ・ウェル弦楽四重相談による。第一楽章は、そなた形式によっている。第一主題は、ごく漠然と一常で提示されるが、その輪郭は曖昧で、調整感は希薄である。提示部を長めに取り、 主要主題の他に多くの素材を提示し、曲の進行とともに、それらの動機が絶え間なく変化していく。こうした構成は、アルノルト・シェーンベルクの弦楽四重奏曲、第2番へ短調と共通するものである。展開部は対位法的に進行し、分厚い火星と多様なリズムが特徴である。第2楽章は、明記されていないものの、スケルツォである。 強烈なリズムを背景に奏でられる第一主題はエネルギッシュで活力のある学章を形成している。また、複次的な素材がふんだんに用いられているため、ロンド形式のようにも見える。この学章が持つ民族音楽的活力は、重要な速度の第一学章と緩やかな修学章との間で際立っており、全曲のクライマックスとなるものである。 この学章は最後にテンポを上げ、プレスティシモとなって、早口でつぶやくように素材を使い尽くし終始する。第三学章で扱われる素材は、もはや主題の体を成しておらず、極めて短い断片となって浮かんでは消えていく。このため形式的に不安定で、既存の音楽形式に当てはめて考えることは難しい。先行する楽章との統一感は、支配的な音程と、 その進行に過ぎない。音楽評論家のポール・グリフィスは、その著者の中でこの楽章を浄化の曲と呼んでいる。すなわち、第一楽章の主題を、崩壊的な方法で改装することにより、第一楽章までは、保っていたロマン派音楽の終焉を、象徴的に描き出したものであると論じている。この楽章は、すべての主題を飲み込むように静かに終わる。2005年、 作曲家、交渉卒によってこの作品の2楽章が、吹奏楽に編曲され、出版されている。初演は、大阪東院高等学校吹奏楽部。指揮は、仏田た後期。編成は、以下の通り。なお、この編成に加えて、ハープ、スネアドラム、サスペンションシンバル、マリンバ、ホイップを使用した演奏もある。ありがとうございます。